連絡取れそうな一番連絡取れそうなスケロクちゃんに連絡がいくのはす至極当たり前のことでしょ全員しかもそれも誰も脅してないんだよ。スケロクちゃんと連絡あスケロクちゃんじゃない全員一連絡取れないけどどうなってるのって。だそこまでスケロクちゃん守りたいんだったら自分が表に出ろよ。 表に出るっていうかちゃんとさクリと電話で話せよその時は俺が立ち会うから俺が立ち会うからな言っとけど関係ないとか関係あるとかお前が決めることじゃないからなぜならクリには友達が俺しかいないからクリ,がクリにいるのは嫁と友達の俺しかいないから。 だそれが嫌とか嫌,嫌じゃないとかっていうのはそれは向こうが決めることじゃないから。あのー、揉め事って第三者が介入しないと後で言った言わないとかあのーまあ、ストーカーとかでもそうだけどその当事者同士だけで決めるのはよくないんだよ。 これもう鉄則だからね我々ソーシャルワーカーの世界では必ず第三者がいるいや俺がじゃあ俺がその不適格不適格だって言うんだったらじゃあ誰,誰だったらいいの誰だったらいいんですか、うん、誰だったら あの第三者として的確なんですか俺的確だと思うよ俺も同じようにクリさんに世話になっててクリさんから借金をしてでクリさんからの借金100万ね100万を返しました俺ほど適任な人間いなくない しかも返せるか返せないか分かんない100万貸してくれたんだよ実に男らしいよ、うん、で俺はちゃんと返した全部サイ奈スさんの債券買う ?5 万ぐらい買ってあげてくれないかなクリさんの債券 あちなみにクリさんの債券は今もう売ってるからそ代わりねもう額面通り買ってほしいもう不良債券だけどそ代わり物言えるから全一は心底嫌がってる嫌がってるに決まってるだろう嫌がってるから何なんだよ あ嫌に決まってるだろう借金返せって言われるなんて俺だって嫌だったよ家賃払え家賃払えってコメントで書いてきていちいちがだからコメントで書かないで DM で送ってくださいって言って何回言ったことかいくらからですかまあどうだろうじゃあ俺が決めてもいいわなまあ3万ぐらいから、うん、まだあるよ150万ぐらいあるからさ だから人としてパンコ俺のこと嫌いだったらじゃあ借金返せばいいんじゃないのちゃんと。毎月決められた金額はちゃんと返せばいいんじゃないの何に使ってんだよ。じゃあそれ全部まずそれを。公、ま、表、あ、しろとは言わないよ。クリさんにはちゃんと言えよ。クリさんそれが聞きたいって言ってんだから。あんた返せへん返せへん言うけど、ふわっちでも稼いでるし、 まあ今はウーバー辞めたけどウーバーやってる時もウーバーでも稼いでたしなんでそんな返せへんのってそしたらもう連絡してこないでくださいだから今月3万払うちゃんと返しますんで金輪際連絡してこないでくださいで俺は脇が呼ばわりだから。 俺様がお前の名前を出してやってるなんて光栄に思えってさっき初めて見たよそんなの俺それ見てピキっちゃったマジでピキっちゃったから今言ってんだよ俺もねあんまり刺激しないようにしようかなと思ったんだよスケロクちゃんもちょっとまあ、ちょっとじゃんで善一もパニック起こしちゃうから、うん、も,うもう関わるのめんどくせえなと思ってもう,も,うもういいなと思って 俺も FX とか原油とかで忙しいし今日はバキで忙しかったしもうどうでもいいなと思ったけどあれ見てびっくりしたよは何俺が脇がでお前に迷惑かけたん何かかけたんじゃあ俺の脇がで迷惑かかったっていう人がいたら乗ってしろよいないだろ誰も誰一人いないんだよ 何が,何が脇がだよ環境破壊とかさ森林が森林伐採とかって言ってんだぜいや無関係じゃないだろ何が無関係なんだよてめえ初コメってことはあれだな 向こうの筋の筋か言ってんだよ向こうがクソ脇があって CO2 の問題どうなるんだっつって言ってんだよこのご時世どうなってんだって。 クリさんと前一の問題だからってだったらじゃあキララさんも別にキララさん責めてないよ責めてないよ、うん、もうそれ言っとくねでもまあキララさんの言うこともまあわかるんだけどじゃあキララさんも何も言っちゃダメだよねでも俺は言うからそれで終わりじゃん、うん、なんでキララさん口出してんの矛盾してるじゃんそこではい論破 あんまり分割して債権売ると売り払うと破産申請されるか気をつけた方がいいよ破産しろよどうせ栗の160万なんだからどうでもいいよそんなもん俺には関係ないからあいつが損するだけなんだから160万ぐらい失ってもな屁でもないから栗は。 破産しろ破産しろ、うん、破産申請しろもうそれそれしかないよはい配信で言う必要ないですよねって配信で俺脇がとか言われてね環境破壊とかって 森林伐採って言われてるんですけどいやだから返さないんだったら返さない宣告した方がいいよだって返せないど,どっちにしろ返せないんだから自力じゃ誰か払ってくれる人が現れるまで返せないんだからそうしてなんか勘違いしてる人いるんじゃないの 返せると思ってんの返せませんよだってお金が入ってきても返す気がないんだから返す気がないんじゃない正確に言うと入ってくると出すのが出し惜しむからあいつだから俺被弾してるからね脇が,、うん、脇が俺が脇がだってことを。 インターネット上で言われてるんじゃあそれはどうなの脇がのくせに言って脇がだったら悪いんかなんか,わなんか悪いんか自分で言ってたでしょ自分で言うのと人が言うのとじゃ全然違いますじゃあミルさん払ってくれるん みさんさっきからさずっとさ言ってるけどじゃあみゆさん俺が脇じゃみゆさんは脇がですって言って俺が言ったらさみゆさん傷つくでしょみゆさんは実際脇がかもしれないよ。でみゆさんが実際脇がだとしてで脇がって言ってみゆさん脇が、脇が、脇がって言ったらそれ傷つくでしょみゆさん傷つかないんだ。 ごめんね、でもね人によって違うから環環境が環境が汚染やろうがよおい俺がな環境汚染してるっつうんだよじゃあみゆさんそれどう思うね俺がなんか環境を汚しましたか 俺が環境なん,か、ね、なんかペンギンとかなんかイルカとかクジラとか誰かを傷つけましたか パンコよ言い返しろよな今までおってささな人の女にななんかいろいろ言いやがってよお前には関係ねえんだよ本当にブロックしてんだから察しろよ、うん、ブロックしてんだからよ察しろよ本当によ名前を出したくねえのによ出してやってんだから感謝しろよおい 名前も出したくねえのにか名前出してやってたから感謝しろよ善逸様ってよおいじゃあ善逸様出てこいよ俺が話してやるよ、うん、いや話してやるっていう言い方は善逸様に対して今のは、うん、ちょっとまずかった一回話しま話をしましょうどうなんですか善逸様 借金も返さずに雲隠れしてる善一様は一体どこで何をされてるんですかあの春地さんですらさね親を使ってまで。 金のやりくり一生懸命頑張ってるよまだやってんのかな、ヨシエさんまだまだまだない、ナイス、ナイスってちょっともうほんと見習った方がいいよな、本当にまだやってるよほら、見ろよ春日さんの爪の赤線じで飲ませてやりたいよ、こっちからしたら 天の町次はまた分かんないのよどうでもないねこれでね。でてめえは配信もせずに配信しか金金儲ける手段ないんだろじゃあ配信するしかないだろ辛くても。 出てこいよ早く配信始めろよどんだけ被害者ぶってんだよどこが被害者なんだよ 曇りガラス曇りガラスの曇りガラスの潔いようよね俺は急ぎようと思ったよハルシさんの今回の行動ハルシさんな言うときは10年間絶対認めたくなかったんだよ俺と仲いい時からも言ってたもんヨシエさんが人気があるのは俺の母ちゃんだから人気があるんだってだからあくまで主役は俺なんだって,言って俺に言ってたもん仲いい時もで俺は いやそれは違うよってよしえさんが人気があるから春日さんがいるんだよって言ってでもそれを全部自分のその信念をひっくり返して今やってるんだからこれ老人虐待だよもうさ完全にさみゆさんってさピントずれたよねこれがこれが虐待されてる女の顔に見えるかみゆ、うん、さん答えて、うん この姿が虐待されてるように見えるか。あり,ありがとう。別にミュウさん責めてるわけじゃない。これ、うん、が虐待されてるように見える。気持ちよさそうに歌ってるよ。あ,ありがとうございます。 イベント盛り上げたりさんありがとうございます、ね、コメント見てみるよみんな拍手してるよこれは青いのはなんだっけサオハイヤでしたっけ何にも悪いことしないよ七う7分だと忘れちゃうよねなかなかねうんねラルラルラリーパチパチありがとうパリルちゃんこれが虐待されたおばあちゃんに見えますかルルちゃんもパチパチ ね、おばあちゃんになるとね頭おかしくなっちゃう夕方から深夜までやってるよそんなの勝手だろ本当にありがとうございます辛そうだったそれ、えー、夕方から深夜までやって、えー、慎吾に「やれやれ」って言われて辛いんですって一言でも言った、えー、あと、ね、は30ないっすえー、つ鶴ちゃんそれだけ上手なら今でも歌手になれると思いますっていや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 とんでもないですよえなんでとんでもないで 多分鼻くそをじゅうなんかしこってると思う。ありがとうございます。よせいさん12月生まれなんですねって、うん、るルちゃん。んええなこがどうなのとかって、えー、妄想してると思う。よせいさん長生きしてねって。<laughs> ありがとうございます。うさまるちゃん。道の国といたび。道の国といたびってどうなの。<laughs> お前が最後の女ーつんですよね。 これが虐待か俺は俺は社会福祉を学んだものとしてこれは虐待とは思わないこれを虐待認定はできない完全に S2 期間だからこれ <laughs> お前は永久期間 <laughs> あ、葵さんで歌いますねはい日本人さん俺も<あ>もう覚わずながら本はいいね押したくなるもんいいねどこにあるんだっけこれっていいねどこで押すんだっけデスクトップだとはい分かりました これか。いい俺もじゃあもういいね押しとくよ。あれか皆さんいいね押してあげてください。ここで一緒に死ねたらいいといお前が最後の王なちょっとちょっとわかんないね。ごめんなさいね。申し訳ないね。お前の本当に一瞬でもハルシさんとか声が乗ると運営にバンされるから。 難しいギリギリそこで戦ってるんだよ最初のアルが分かんなくなっちゃったよね音楽がごめんなさいね違う違うあれアメリカンブケーブル不要だよ <laughs> 本当に <laughs> 無敵のエヴァンゲリオンだからこれもうどうしようもないよしかもつそれが100万稼ぐから月来月から100万稼ぐ予定だから。 なんかなんかバンされちゃうらしいあのフワッチ春井さんはあのだから人のアカウントでその金儲けみたいなことをするようなのはちょっとフワッチとしてはちょっと任用できませんみたいな。 単独じゃいじりがいがないよいなよやーでもこれから多分いろいろ面白くなってくると思うよ。うん、今閲覧も220だしさだんだん閲覧もどんどん減ってくところは飽きてね俺はねこれでも唯一無二で多分220この辺りはキープするし、うん、でちょっとアンチとかがハルシさん介入できないからこれ書きたい放題なんだよでも全然書かないでしょ今のところ、うん、税金のことだとか脱税だとかうん。 お前も脱税してんだとかっていっていっぱい書いたらもうはあの芳、ー、枝さん顔真っ赤にして怒り出すから絶対なんかねこ,れこのね配信面白いでしかもとりあえず来て「いいね」だけ押して帰る人っていっぱいいるからやっぱり芳枝さんの人柄で。 吉江さんがあの最近言ってたことであの慎吾のせいであの国宝とかの値段が上がっちゃってもう大変だったけど来年からは楽になるって言ってたけど来年からもきつくなる <laughs> で。で全部吉枝さんに押し付けてもう名実ともう明治ストーに全部吉枝さんに押し付けて多分使うから。 多分大変なことになるとは思う。は永久期間ある春日さんは、その。俺とか全一とかとは違うんだよ。それな。あの、善逸にも、なんだっけ、みっちゃんだっけ、親。みっちゃんだか、なんか、なんちゃんとか、なんとかって言って、うちにもてるちゃんとかいるけど。て、う、る、ん、ちゃんは別に配信なんかしたくないし、きっと。 何時もあまだ6時半か凪沙ちゃん、まあ、来るの多分10時ぐらいだからなさあ俺の打ってた台どうなったんだろうてかちょっとトイレ行きたいなトイレ行ってくるわ全日に会いに行くえ誰がごめんちょっとトイレ行ってくるわ いやいやもうだからもう俺俺,俺2日連続で行ってるからね東大阪逃げ回ってるからそんなにさなんか自分がさ不誠実なことしてないっつうんだったら会えよって話やん、うん、そう高速代もな栗が払ってんだよ あのクリクリ不動産最近 ETC の,の自動支払いの,なの,あのあれをつけたから最近だよ最近カーナビはまだついてないけどボロ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 のワゴンと軽自動車だけで運用してるから車買えたらって言っても金あるくせに買えないからあの人。 <laughs> 本当にいい加減あのなんかイカの匂いがするから車の中もう車変えたらいいじゃんって言ってもう十万キロも走ってるんだからもう車変えたらっつってもう変えないんだよいやまああまあぼしぼし終わりますえどうしようあもうあなた三十分経っちゃって延長これ俺延長チケット買ってるね。 延長されちゃったななんで臭い,いのなんかスズメとか車の中で食べてそれをその辺にほかるんだよすぐゴミ箱に捨て,捨てずにオレンジでもそうだよオレンジに来てなんかな,なんか食べながら来てもなんかその辺に捨ててくんだよ栗は。 だけど一回はなちゃんと話ししろよ、うん。どっちにしろ話しなきゃさ、160万も借りてるんだから話しなきゃどうしようもない話だろ、そんなもん。今、まあ、ぼちぼち終わるか。俺もちょっと疲れた。ぎさちゃん来るまでにちょっと。 俺ブロッコリーも茹でてあげない茹でて下,下ごしらえしとかないと切った時にすぐに出してあげられないから部屋も掃除しなきゃいけないしクリーさん着氷はされてないと思うけどあ電話しても出ないメールしても返事が返ってこないまあ、前いつものパターンなんだけどね だからこい,つこいつもバカなんだよだよ俺は俺は160万貸すっつった時にやめとけっつったんだけど貸しちゃったからまあ見た目もバカだしな見た目はバカだけどまあやんごとなき家だからあの英才教育を受けてそれなりの学力はあるんだけどなまあ人としてバカなんだよ かかるかな、その違い今はもう連絡取れないんだって、うん、だからペニーさんの時もそうだし毎,もう毎回そうだよ、同じでよ借金して、うん、返済がなんか返済 振り込まれてないけどどうなんですかって聞かれるともう返事が返ってこなくなるそれもなんかもう半年ぐらいは返してたけどとかって言ったら分かるけどもう1ヶ月目からだから <laughs> 1ヶ月目2ヶ月目からだそういう感じになってるから毎回。 だから来週火曜日にな出勤して全額出勤せいへんエないッ FX やめりゃい,いいん俺みたいに上手に取引できる人だったらそれ FX で確かにクスさんに返してよ実に男だったよ俺は、うん、あでもね違うの最初から返す気がないっていうのは違う うん、俺,そうあ俺はねかご,ごめん違うかもし間違ってるかもしれないけどあのー、多分最初から返す気がないとか鼻から踏み倒してやろうとかって思って借りてるわけじゃないと思うそこまで頭働かないからずる賢い人だったらねそうやって思うかもしれないけどあのー、ずるいかもしれないけど賢くはないから。 だから、あの、あの返す意思はあったと思う、俺は。養分に、なんか、なんか養分さんにも借りてるとかって、なんか養分さん言ってたのね。二十万,万だか、三十万だか。 俺は借りたときどんな考えだったの？いやもうだからもう俺もう金なかったからさ、今年の一月ぐらいとかどうしようもなくてもうそれでダメだったら本当にロープするしかないなとかって思ってた。だからできる限り迷惑かけてこの家でちょっと首首吊るしかないのかなって。 でも負けるなんて思いながらポジション取ってないからでも万が一そうだったらそう,そうなるのかなっていうのはちょっとは思ってた。 だまあ働いてなかったっていうか、まあ、ちょっと一回働いたんだけど2ヶ月ぐらいで辞めちゃったしね全員中はなあのクスさんに仕事紹介してもらったんだけどなで面接まで一緒に付き添ってもらったんだけどあのいなんか遠いからとかスケロクちゃんがどうのこうのとか,なん,かなんかぐちぐち言ってそこじゃ働きたくないとかって言って結構なあのいい仕事なのよ楽な仕事で俺が見る限りね だからじゃあ一回連絡ちゃんとしなきゃいけないどっちにしろ連絡しなきゃいけないかこの,このまま連絡音信不通なんてことはありえないんだからさクリ160ミッキー300税金300そんなもんじゃないから税金は絶対 <laughs> 税金はもうくるから絶対。 何が30万を差し所得税で差し押さえられたんだよ何が30万だよってお前バカ言っちゃいけないよねいやまあとりあえず一回終わるわもう俺も疲れた今日バキでバキ,バキアルティメットで疲れたからあ結局どうなったんだろう俺の代ちょっと俺の代ちょっと最後見て終わるわ バルブレイブレもうどうなったんだろうえー、っとバッキーどれだろうこれか100じゃ千1081番台あちょっと伸びてるなえどどなったんどうなったんグラフはグラフはあえ打、ー、ってたら満枚だった 俺がやめたのが多分この辺だと思うからで多分今も継続中だろうなこれ多分どっちも6だったのかなこれしかも俺の隣の台はずーっと出っ放しだろうなこれ出っ放しだわ出っ放しサ枚エ1万2000枚 え待って枚俺の代は3枚何枚なんだあ九9,000枚六、まあ分かんないよ6六かどうかうんバキバキアルティメットに入,入ってるんだと思うこれは。 もうそ,れそこってあの、まあ、初当たりは関係あるけどもうしょうがないかな多分ダブルロックかもなこれでもさすがにすごいな1万2千枚か3枚でだから持ちメダルだともっともっと多いからなきっと。 これの見,見たら切りないからな、まあ、とりあえず今日は11万8,000か,かったんで、うん、そっか30万勝てたかしまったな多分明日バルブレイブ1台は入るだろうなきっと3台中バッキキを出したからうんじゃあお疲れ様です いやあのー、また会いましょう、うん、あの暇だったら Twitter のフォローと YouTube のフォローもしておいてください YouTube でもよくやってますんで、うん、さよなら